グランプリは個人の部グランプリエントリーナンバー2番あったシモスワのめぐみやっちゃんづけあったあったおめでとうございますグランプリチャンスが取ってあったさんどうぞ非常に可愛いマスターさんには B1 グランプリ2015年のグランプリの受賞といたしまして賞金10万円が贈られます。賞状は B1 グランプリ2011実行委員会実行委員長の林秀樹君より贈られます。賞状T1 グランプリ2011決勝大会個人の部グランプリ松沢敦子殿あなたは T1 グランプリ2011決勝大会において出品した漬物が最も優秀な作品と認められましたのでそれを称えここに称します。平成24年1月15日 T1 グランプリ2011実行委員会実行委員長林秀樹君おめでとうございます。どうもおめでとうございます。副賞の授与に続きます。副賞のプレゼンテーターは審査委員長の前田様にお願いいたします。さあまずはグランプリの賞金からでございます。賞金10万円が贈られます。続いて副賞の贈呈となります。副賞の商品としまして松沢敦子さんには株式会社シンシンより福神漬け1年分が贈られます。プレゼンターは株式会社シンシン代表取締役社長鹿児島正直様にお願いしたいと思います。皆さんどうぞ拍手をお願いいたします。では皆さん並んでの撮影の方よろしくお願いいたします。下諏訪の恵み、あっちゃん漬け、これは大変喜ばしいことは、ご自分の名前でもって漬物を受賞したんだろう、おそらく歴史上初めてではないかというふうに思われています。そういう意味で、非常にこれは意義あるものだったというふうに考えております。小さな白瓜ですね、これをお使いになりまして、それの印籠漬けをきれいにお作りになりました。4種の詰め物をいたしまして、これはなかなか最近では減ってまいりまして、こういう巻物といっております。非常に少なくなっているんですけれども、こういうものを手掛けられまして、詰め物が極めてバランスよく入っていたというところを紹介いたしました。これからも長野県でこういうものが出てくるとまたさらに長野の発展をただいまだ全国にだと思っていますけれども、ますます発展するんじゃないかというふうに考えております。非常におめでたいことだったろうと考えて表彰したいと思います。これで終わります。松田さん、どうでしょう、ご自分の名前のついた漬物でグランプリを取った今の気持ち、喜びを一言いただきたいと思います。皆様ありがとうございました。東日本の皆様、北海道電力の皆様、お友達たちに手助けをいただきまして、皆さんのおかげでいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。さあそして
ましたが、なんと今日お友達が花束を持ってお祝いをしたということで駆けつけてきてくれております。本当に嬉しく思います。一緒にあの友達としてやってきて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。どうもおめでとうございます。見事 T1 グランプリ2011個人の部グランプリを獲得したのは松沢敦子様の下諏訪の恵みあっちゃん漬けでございました。どうぞもう一度大きな拍手をお送りください。